こんにちは、りょうこばあばです。今回はですね、ちょっと少しだけお買い物をしたので、ちょっとだけご紹介しようかなと思います。ネットショップで買ったんですけど、手作り工房 MY ママさんっていうとこなんですよね。ここは以前からこう時々買うんですけど、今回は買いたいものがあったから、ちょっとそこを覗いてね、買ってみました。で、まず第一にね、一番欲しかったのがこのハサミなんですよね。これは なんて言うんですかね、これアンティークバサミ、アンティーク糸切りバサミって書いてありますね。かわいいっていうかね、ちょっとピンクゴールドみたいな色ですけど、こんな感じのハサミです。今まではね、切れの悪いこっちを使ってたんですけど、以前からね、ハサミが欲しいなと思いながら、なかなか買う機会がなくて、今回ね、ちょっと思い切って買いました。いろいろね、ハサミもありますよね。こう見ていて、これが一番私がね、気に入ったこう形っていうかな、それでハサミを買いました。それと、もう一つはですね、もう一つ欲しかったのはこれなんですよね。最近ビーズをね、たくさん買ったから、ビーズの収納がなくて、なかなかね、こうビニールにね、入れたまんましてるんですけど、使い勝手が悪いなと思って、何かね、収納がないかなと思って見てたら、ここの店にあったから、これビーズをね、一個一個入れれるので、蓋付きでこんな感じでね、入れれるので、で、これが24個かな、24個あるんですよね。で、それもこうやってこう蓋があって収納できるので、あ、これ便利だなと思ってね、今回買いました。これとこれと、あとはこれなんですけど、安全ピンみたいに見えるんですけど、セッティング台座かな、セッティング台座と言うんですけど、ヘアゴムとかね、ヘアゴムをこうこの台座の中にこう置いて、こうギュッて絞って使うんですよね。で、ちょっと作ったものをね、ボンドかなんかでつけてヘアゴムにね、できるので、こういうのもあったら便利かなと思って買ってみました。それと、これですね、これかわいいなと思ってね、見てたら、刺繍モチーフなんですよね。蝶々の刺繍モチーフです。かわいいですよね、これ。これもね、ハンドメイドに何かしら使えるかなと思って、色が何色かあったんですけど、ピンクとか黒とかね、他にもあったんですけど、私の場合はこの白とパープルを買いました。パープルも可愛いです。こんな感じでね、それとあとはですね、もう別にこういうのはサンキューシール、ちょっとこう発送するときなんかにね、貼ってから出せるかなと思って、あとはこれもヘアゴムとか、こんな感じでアクセサリー台紙ですね、こんな感じで使うので、これも買いました。それとですね、あとはこの白い布なんですけど、これはチュールなんですよね。チュールも以前からね、欲しかったんですよ。ダイソーさんでいつかね、買ったのが、もう白がね、ほとんどなくなったので、白が欲しいなと思って探していたらね、ここにお店にあったので買いました。こんな感じですね。これは158センチの1メートルかな、もうカットしてね、1メートルでカットして売ってあったので買いました。なんかやっぱりこう小物作りでね、
こう、あ、欲しいなという時になかったら、ね、ないよりあった方がいいのでね、こう結構こう広いんですけど、もう買っとこうと思ってね、黒とかはあるんですけど、黒とかブルー系かな、ダイソーさんで買ったのはね、あるんですよ。だけどやっぱり白の方がね、一番使うんですよね。それで白も買いました。それとおまけに、この同じ白なんですけど、おまけにですね、これはあのダブルガーゼかな、ダブルガーゼが入ってたんですよね。いや、これ注文したかな、注文してないんだけどなと思ってたら、あのプレゼントって書いてありました。これはあの孫用に、娘がエプロン、あのスタイとかね、作る時にいいかなと思って、でね、よだれ拭きとかにも使えるから、あのミシンでね、ハンカチ風に作って使えるので重宝するなと思って、ありがたく受け取りました。一応ね、これだけなんですけど、今回はあの一応本当に欲しかったのは、このビーズのケースとこのハサミですね。あとはやっぱり送料がねかかるので、いろいろ見てから送料無料になるまでこう選びながら買いましたね。別にいらないものもあるんですけど、こう値段をねこう見ながら、送料無料になるまでこうチェックしながら今回は買いました。やっぱ買い物楽しいですね。またね、あの娘の、あの何ですか、ビスチェかな、ビスチェを作ってるので、糸がね足らなかったので、早速あの別のねネットショップさんで注文して、早速配達の連絡が来たので、またね届いたらそれも編まないといけないし、とりあえずこういう小物もねちょっと欲しかったので、あの今回は買いましたね。やっぱり買い物楽しいですね。なかなかね、あのセリアとかダイソー行けないから、やっぱりネットショップでね買うのが多いんですよね。少々値段がねちょっと上がっても、うん、ポチッとねボタンポッと押すだけでいいから、あの私にとってはこういうネットショップをね活用するのも楽しみの一つですね。では今日はねこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。